高校野球見てたよ、配信直前まで。岐阜城北高校が勝ってて、確かそうだよね、本日の最終試合が、ナイターで岐阜県代表が岐阜城北高校で、奈良県代表が智弁学園だよね。そうでやってて、岐阜城北が勝ってたんだけど、9回に智弁学園が追いついて、で延長になったぐらいで9時だったかね、うん、でまあ配信始めて、まあ、続きは見てないんですけど、なんか惜しかったね、岐阜城北負けたんだ、勝てねえだろうなと思ったんだけど、でもいい試合したね。延長まで行って、俺昼間に起きて X 見てたんですけど、昼ぐらいに岐阜県を出発してましたね、応援団の方々がね、バスに乗り込んでね、甲子園に向けてって言って、なんか悲しいね、なんかね、今日出発して今日帰ってくるわけでしょ、もうなんなら一泊して帰ってくるのかな、のだろう、海なし県同士の戦いね、最速やもんね、しかも初日だしね、今日だって開会式で、ね、今日3試合で今日の最終試合でしょ。あとはまあ今俺埼玉住んでるから、埼玉代表花咲徳栄高校の健闘を祈るしかないな。俺が応援すると大体野球負けんだよね、大体負ける、ものすごいお金かかるんでしょ、寄付っていうね。あ、そうだね、 OB とかからの寄付だね、お金集めるんだよ野球って。で卒業してからも連絡が来て、すいませんっつって、甲子園出れることになりましたって言って、すいませんご寄付お願いしますって言って OB とかからお金集めるんだよね。だから野球やると一生金取られるっすよ、一生金取られるっすよ。自分の母校がめちゃくちゃ強いと一生取られる、ちょこ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 出れば出るだけ取られるよね。だってそうじゃないと、勝ち進むと、だって宿泊料金もバカにならないし、宿泊料金もバカにならないし、活動費とか滞在費とかかかってくるから、すごいお金必要だから、やっぱ寄付集めるよ。だって俺インスタグラムのメッセージに、名城大学のそう在学生から、石川さん名城大学卒ですよね、卒業生ですよねって言って、名城大学のヨット部が世界行くんですよって言って連絡来たもん、もしよろしければご寄付お願いしますって言って、名城大学の大学生、そう在学生から連絡来ましたもん、無視したけど、はい、どうしようかなと思って、そしたらなんかリスナーが寄付した、そう俺はしてないんだけど、リスナーが代わりに寄付したんだよ。なんでって言われても、だって俺がさ、名城大学の大学生の時にどういう扱いを受けたかお前ら知らねえだろ、今の名城大生は。俺たちはな、先日も言ったけどな、岐阜のな、名鉄のな、犬山線の西蟹駅ってところから降りて、丘みたいなとこ登らされてな、クソ暑い夏でもな、隔離キャンパスって呼ばれてて、名城大学の落ちこぼれって言われて、ね、俺たち都市情報学部だけなぜか岐阜県だったんだぞ、お前らは天白だよな、愛知の名古屋の天白だったよな、俺はずーっと大学院生の1年まで岐阜のな、片田舎の岐阜の西蟹駅近くの丘の上で授業を受けてたんだよなあ、ずーっと落ちこぼれって言われて、偏差値38ぐらいで、当時、今は知らんけどな、そうだよお前、え、名城大学もそうだし、俺岐阜県の私立の学校行ったけど、リスナーがいじくってウィキペディアにね、卒業生の有名人に石川紀之って書かれたら、お前速攻削除しやがって、そんな扱いしときながら、お前調子のいい時だけお前笑ったって、お前こっちだってお前どうしていいかわからんやろか、こんなの、こんなやったらお前名城大学配信させろなあ、いい、俺 OB で配信させてくれ。あと最近お便りでメール来とったんだ、リスナーがね、学校の先生と知り合いらしくて、学校のそのまあ要するにさ、 OB のお、なんだろ う、 こう同窓会みたいなのがあったらしいんだよね。でそこでネットリテラシーの話になって、俺を売り込んでるらしいんだよ。でそのリスナーの同級生がなんかね、中学生の、その中学校の教師らしくて、教員らしくて、ほんでなんかその講演みたいな、学校でおしゃべりするその講演みたいなやつで、その石川紀之をなんか教えるらしくて、でなんかしかもなんかそのクラスでそうおしゃべりするみたいな、なんかもうあとちょっとで通るらしいです。前も連絡あったんだけど、今売り込んでるらしくて、石川紀之がまさかの中学校で話すみたいな。で、しかもなんかディベートがあるらしいんだよね。ディベートが。そう、女子中学生とディベートするみたいな。で、今こういう風に話進めてるからもうちょっと待っとってくれ、みたいな。完璧に通ったらまた連絡しますって言ってメールが来てました。みたいな。そう。で、なんか今、その中学校とかも YouTube とかやってるらしいな。あんま詳しくわからないけど、だから向こうもなんか撮りたいらしいんだよ。で、こっちも放送みたいな。向こうもなんかカメラを回すらしいんですよね。そう。で、こっちも生放送してみたい。だから、ウィンウィンだよねっていうので、
まあ、やりたいみたいなんですよね。まあ、某ね、まあ、ちょっと学校の名前言えないけど、某なんですけど、そう。もしかしたら、要するに教頭先生、校長先生の許可さえ下りれば、ワンチャンっていう。ツイキャスで生放送しながら、ガラ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 って自撮り棒持ちながら、ガラ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 って、どうもーっつって、これは自撮り棒ですよ、平井心じゃありませんよーっつって、ガラ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 っつって、入っていくしかない。フィッシャーズとか来ると思ったら石川紀之が来て多分、ドン引きでしょうね。おそらくね。そう、大体ああいうのってヒカキンとかはじめしゃちょーとかフィッシャーズとか小綺麗ななんかウーム系の YouTuber とかが来そうやんか。ほんでみんな、って感じだけど、ガラガラって開けたら、でかみたいな、でかみたいな。え、俺のこと知ってるとか言ったら、多分みんな知らないじゃん。俺石川紀之って言うんだけど、みんな。もしかしたらね、でも確率こんぐらいだと思うよ。さすがに。さすがに。うん。だからまだその学校の先生の教員とかでの話でそういう案が出てるってだけで、結局はやっぱり上の許可が必要だから、そこはやっぱ取らないと思うからね。まあまあ、可能性これかなと思うけど、もしかしたらっていうところだよね。名城大学で。いや、名城大学、いや、ちょっと待って、全国、これ、もしかしたら教員の方とか、いろんな人見てるかもしれないですけど、警察官の人とかね、全然呼んでください。別に、ギャラとかお金とかいらないんで。はい。私が15年間で培ったインターネットのドロドロとしたもの、テレビじゃ聞けない。ね。ラジオじゃ聞けない。綺麗な YouTuber からは話されないような、本当に一番大切な話をするんで。言っとくけど、ああいう学校で話す話ってのは、成功した人間の話なんて聞いたってしょうがないんですよ。よくあるのは、セミナーみたいなのは、成功した人間の成功論を話す。そいつが成功したってことは、聞いた人は成功しないんですよ。真似をしたところで成功しないんですよ。そう。だってもうその人が成功してるから。自分の道は自分で見つけて、自分で歩んで、自分で成功法を見つけるしかないんですよ。ってことは、こんなことが成功するんです。あんなことが成功するんですって、あんなのね、ある意味詐欺みたいなもん。もう自分が成功しちゃってる話を話したところで何の意味もない。あ、こういうこともあるんだなで終わりなんだよ。本当に未成年の子たちのことを考えてるんだったら、一番大切なのは良くない話をすることなんです。こうしたら失敗するぞ。こうしたら炎上するぞ。こうしたらっていう、要するにしくじる先生みたいなもので、ネットの闇の部分を伝える。そうして怖がらせる。今って違うじゃん。ネットってこんなのが便利だよ。こんなのがいいよとか言って、いい話ばっかしてる。そんなことない。8割は闇です。2割は明るいけど、8割は闇。その闇の部分をちゃんと話さなきゃいけない。でもそこをなんか隠して、いいことばっか話して、金をこう、せしめとる奴らが多すぎるから、俺はそんなのは良くないと思ってるから、やっぱり学校のセミナーこそ俺みたいな汚ねえ奴が行って、話することだと思ってるんで、全国の中学校、高校、大学、ぜひ読んでください、石川紀之を。ただし一個だけお願いします。配信出してください。配信がないと俺喋れないんで、コメントがないと喋れないんで、で、コメントをプロジェクターかなんかで映してほしいんですよ。そう、スクリーンに。うん、今こんな風にコメント流れますよ、つって。で、こういうのがインターネットの井戸の底にあるような奴らですよ、つって。コメントですよ、っていう。これがネットなんですよ、って言って。その、スクリーンにコメント流しながら俺やりたいんですよね。そう、イエーイみたいなね。なんで、ぜひね、もしね、関係者の人いましたら、お呼びください。僕もそういう経験を身につけたいなと思ってるんで、俺多分いっぱい若い子たちのためになる話できる自信がある。なので、もしあればね。いやいやいや、いらない。こっちでもいらない、いらない。全然いらない。そんなお金あるんだったら、なんか学校でなんかしないよ。うん、金はいい。俺はそういう機会が欲しいんで。全国どこでも本当に呼んでくれるんだったら、沖縄から北海道までどこでも行きますよ。全然行きます。配信だけさせてください。いや、本出したらじゃいらないんですよ、そんなのは。だって配信見たらわかるんだから、わざわざ本にする必要ないよ。本にする必要ない。うん、いらない。なんかよく本出しがちなやつだけど、本出すやつ、大体うさんくさい。大体うさんくさい。一番うさんくさい、本出してるやつが。結局金やん。本出すって。ただじゃねえじゃん、本って。いい値段するやん。1500円、1800円、2100円、2400円みたいな、いい値段するやん。結局自分のなんかそういう綺麗なことをペラ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 喋って、成功論とか喋って、自己啓発本みたいな。いらない。自分を震わすものは自分だ。人に震わされるようなもんではない。うん。なんかいいこといろいろ書いてあるかもしれないけど、あくまで、それはいいことじゃない。そいつが、うまくいっただけ。そいつがうまくいったことを自分が真似したら自分うまくいくかったらそうじゃない。あなたの成功はあなただけにある。あなただけにあるんですよ。そう。みんなそれぞれ正解がある。みんなそれぞれ道がある。みんなそれぞれやり方がある。誰かの真似をした人生なんてつまらない。だから自己啓発本なんて一切読むな。あんな燃やして捨てろ。ああ、いらないあんなもん。出そうも出そうだよ。自分が一番分かってんのに、あの本を書いた自分が一番分かってんのに。あくまでてめえの、ねえ、体験談成功した話でしょ、こんなの。
うん、そんなんベラベラ喋ってしょうがない。ちなみに交通宿泊が必要。あのね、金の話はいいんだよ。許可取ってこい。呼ぶ気ねえだろ。金はいいっつってんじゃん。何交通宿泊って何の話してんの。それは全部通ってから言ってくんね。うん、通った後にあのすいませんっつって学校から許可もらいました、石川さんこの話いいですかね、わかるけど許可取ってもらえたのに交通宿泊費っつって何の話をしとんねん。いいっつっとるやんけ、お前話できねえやつだな、バカお前。ふざけんじゃねえよ、お前特別に説教じゃん、お前東京徘徊物語でリアルズ来い。なあ、何やお前それ、話聞いとった、ええっちゅって許可取ってこいっつっとんじゃん。こっちここ切り抜いてお前あのハゲた京都に見せろ。なあ、すいません、あのこの人呼んでいいですか。速攻ダメだよ、速攻ダメ。私はいつまでもやります、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。Thank you! です。